今日は金沢旅行、誕生日にようちゃんが連れてってくれたよ。てなわけで初めての上陸、なんか駅がすごいんだが、今回は人気の光臨郷っていうホテルを予約してくれたみたい。なんかすんごいおしゃれ。とりあえず部屋にあったお菓子いただきます。夜ご飯までお散歩タイム。なんかこの辺すんごい素敵。2人でテンションぶち上げ。そんでもって気になってたカフェダンボ。ケーキが人気らしいんだけど今日は我慢。多分これカフェラテ。クリーミーでマジでめっちゃうまい。赤髪は昇天してますお次は可愛いチョコレート屋さん。見て、もう見てるだけで満足。しっかり買いました。いただきます。濃いね。濃い。うまいな。うまい。そんでもって待ちに待った夜ご飯。初めてののどぐろマジ感動。めっちゃうまいね。お次は白子の天ぷらにホタルイカ焼き始めた。ちなみにこれもめっちゃうまい。夜食はリンゴジュースとチョコレート。金沢マジラブ。